どうなってるの？何？何？なんで手が吊るされてんの？この状況はちょっとあのイーサンの時と似てますね。あ、やめて、落ちた。何なの？やめてほしい、本当に。なんか見た目が違うような。うわまだね、ローズが赤ちゃんの頃にイーサンとミアがローズのお気に入りのぬいぐるみだって言ってたやつなんですけど、この猿のぬいぐるみ、いや全然違うな、バイオビレッジでやったやつと。あのでっかい赤ちゃんに追われたのめちゃくちゃトラウマだったもんな。あー、これまた配電盤見つけてこなきゃいけないんだ、あの電気みたいなの。開かないじゃん。今日から小学校に通うことになった。ずっと行きたかったの。クリスにお礼を言わなきゃ。あ、そっか、クリス、え、そんなことまで、小学校に通うことまでクリスに許可が必要なんだ。テレビや本で読んだ通り、私と同じ年の子がいっぱいいた。挨拶するのは少し緊張したけど、それよりずっとワクワクしたよ。お友達がたくさんできるといいな。明日は私から話しかけてみよう。勇気を出して何人も話しかけたけど、誰も一人もちゃんと返事してくれなかった。え、かわいそう。勉強はとっても簡単だった。頭いいんだ。全部ママとやったことばかりだけど、すぐに答えを言っちゃダメみたい。後ろの席の子が私の悪口を言ってた。なんでそんなこと言うの？すごく困ったり緊張したりすると手から白い汗が出ちゃう。今日はそれがとってもひどかった。そうか、なんか隠そうと思ってもこのローズの能力は隠せないんですね。汚れたハンカチをずっと持ってるのは良くないって先生に注意された。男子にローズは汚いって言われた。もうなんでそんなこと言うの、男子。女子としてはめちゃくちゃ切ないよ、そんなこと言われたら。毎日お風呂に入ってるし、服もハンカチもちゃんと洗濯してるのに。手から白い汗が出たらハンカチで拭くけど、止まらない時はずっと持ってるしかない。この汗で他の人を病気にしたりはしませんってクリスに言ってもらったのにな。もうクリス、もうちょっとさ、ローズに説明してあげて、いろいろ。まあね、イーさんがね、結局カビ人間で、そのミアもね、抗体を持ってる人だから、まあ、その能力引き継がれちゃってるっていうのはしょうがないんだろうけど、能力使いたくても使っちゃうっていうのはな、かわいそうだな。初めて話しかけられた同じクラスのルーシーが、本当はずっとお友達になりたかったのだって。明日からランチを一緒に食べる約束もした。嘘でしょ、夢みたい。ルーシーの友達のキャサリンとも仲良くなれるといいな。これはなんで自分の日記がここにある。あ、まあ記憶の中だから。全部開かないんだけど。あ、はめるんだ。オッケー。ベネビエントテーブ、うぅ、自分やん。なんで私の絵があるわけ。マジでね、赤ちゃんに追いかけ回されたのは本当に怖かったからさ。全然違うけどね。もっと気持ち悪かったもんな、この部屋。上になんか手と足が吊るされてたもんな。これ本物かな？さっき偽物だったじゃん。これもレプリカなんじゃないの？わあ、やだ、もうここで真っ暗になるの。遊ぼう。武器はいらないよね。え？エブリンじゃん。ちょっと、持ち物が。わ、一緒じゃん、イーサンと。やべえ、イーサンの時はね、ここにあの、ミアの人形が、ミアの模型みたいなのがあったんですよね。同じ感じだ。ハサミみたいなの手に入れてくるんだ。お医者さんごっこをしよう。でもそう思うと、ビレッジ本編の時の方が怖かったね。なんかぬいぐるみってだけでまだ恐怖がちょっと緩和されてる気がする。
で指輪洗ったな。え、何もないの？え、とりあえず。何、開けさせただけじゃん。やだなぁ。あの赤ちゃんだけは出てこないでほしい。なんか書いてある。ジミー？ジミーって誰？ええ、ダメだ、開かない。あれ、え、待って、こんなのなかったのに。さっき血はドロドロしてる。この水道はもう触れなくなって、こっちがあったー。昔バイオビレッジをやっているのに、もう結構1年ぐらい前だから忘れちゃってますね。あー、この落書きはきっとローズが書いたんだろうね。ローズの落書きだよね、きっとね。違うのかな。あー、いっぱい絵があるよ。ちょっと待って、なんか絵が怖くない？生首なんだけど、生首から血が出てる絵だよね。お、描いてる絵がめちゃくちゃ怖すぎる。ほら、あれ目ばっかり描いてるし、これに関してはなんか刺してるのかな、人を。これもやばすぎるでしょ。なんかもう首の骨いってるもんね。やばい、これもやばいぞ。なんか多分人を殺した後に髪の毛引っ張ってるみたいな感じの絵かな。残虐すぎるだろう。ちっちゃい子が描く絵じゃないぞ。あ、これハサミ見つけろってことかね。とにかく詰め込んだロッカー、本棚の写真立て、読書家の机。あ、怖い、マネキンの首が。なんか写真、これか。44、謎解きだよ。あ、これに使えってことかな。こんな簡単でいいの？6桁あるのに44だけでいいの？入れてみます。入りません。ダメじゃん。何？あ、待って、さっきのヒント、ちょっともう一回見ていい？あ、ロッカー、写真立て、机の順番で数字を入れていくってことか。ってことは今写真立て見たから真ん中が44ってことか。どこにロッカーがあるの？これか。02。あ、なに、びっくりした。やめて。02ね、オッケー。で、こっちが2で、02、で、ここが44だ。最後の番号ちょっとまだ見つけられてないんで、で、読書家の机に番号なんてある？え？嘘、本当に？見えないんですけど、私には。こっちの机？もしかして。これも机っちゃ机か。あ、これじゃん！こっちか、机って。あっちにも机あるから、あっちだと思うじゃん。66ね。騙された。オッケー、当たった。あ、ハサミゲットした！オッケー。オッケー、オッケー、戻りましょう。え？なんか、何？なんか割れる音がしたんだけど。あ、待って、ハサミ手に入れたけど、あっちにも行く方向あるよ。開かないんかい。あ、どうなってるの？何？何？なんで手が吊るされてんの？やばい。この状況はちょっとあのイーサンの時と似てますね。
ちた。急に落ちるのやめて。あ、こっち側に戻ってきたんだ。びっくりした。あー、やっぱベネビエントって怖いわ。何が入ってんの。あっ、あー、痛いよ痛いよそんな遊び方じゃ結晶はあげられないよ。うわー気持ち悪い。傷から大量出血やん。ちゃんとできるよね。お、また今度は何。人形が変わりました。絵に描いてあった感じに変わりましたね。んルーシーと奥は何、なんかはめていくんだろうけど。結晶が欲しいなら人形遊びをしてね。気持ち悪いあいつでキャンプファイヤーだ。え、こっちは何。上から塗りつぶされている。ダメだ。とりあえずはめに行こうか。あ、待って、人形が手に入った。ルーシーのところにはめればいいのか。ルーシーってさっきの日記に書いてあったお友達ですよね。 OK。 何これ、一体誰がやったの。知らないよ、私の絵が黒く塗りつぶされとる。で、どこだったっけ、はめるとこ、これだ。はまりました。お人形が手に入りそうです。人形ポーズ2。何、エブリンがさ、いちいち喋ってくんのよ。この声エブリンですよね。バカなやつって言われた。え？キャサリン。ん？違うのかな？待って、お人形いっぱい見つけなきゃいけないってことかな？ヒントが全然ないんだけど。塗りつぶされてたら読めないですよね。あー、ちょっと待って、もしかしてさ、あの絵を見て絵の通りに設置するとかそういうことなのかな。この白い紙が多分ローズですよね。他にも行けるとこあったっけか。拾った人形をとりあえずメインのあの部屋に持っていけばいいかな。あ、びっくりした。もう誰か立ってるじゃんと思ったけど、マネキン。あ、待って、これミラの人形じゃない。ほら、イーサンの時に解体したりしたミアの人形だ。びっくりした。怖すぎる。で、キャサリンはどこに置けばいいんだろう。でも全部わかんないんだよね。あの絵を確認しに行きましょうか。人形遊びって何をさせたいの。いっぱいあるじゃん。待って、あ、ちょっと待って、ルーシーとキャサリンって書いてあるから、先にキャサリン拾ったからこっちが完成するんじゃない。完成する順番があるのかな。こっちがルーシー。あー、なるほど、ポージングがあるじゃん、これだ。完成した。学校でいじめてたんだ、ルーシーとキャサリンは。あ、手に入りました。そういうことね、ガキっぽい。ジミーの鍵が手に入りました。手から何か白いのが出るんだって。あいつを洗ってあげようよって遊ばれてたんだ。いじめられてたんだよ。ほんとひどいことするな。子供ってあるよね、そういうの。
今日はちょっとこの辺で終了させていただきたいと思います。本当は今日最後まで行こうとしてたんですけれども、まだあと1時間ぐらいかかるかもなので、ベネビエントでちょっと怖すぎるので、次回が本当に本当の最後まで、エンディングまで見ていきたいと思っております。この DLC のシャドウズ・オブ・ローズはウィンターズ一家完結するお話となっているということで、まあ、次回ね、イーサンとこうローズがどういうふうにこう再会というか、どういう感じでこうつながっていくのかっていうのは多分わかるんじゃないかなっていう、感動のシーンがあるんじゃないかなって勝手に思っております。それではご視聴のほどありがとうございました。 YouTube のチャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いします。エミでした。